市の下津漁港前の鳩にやってきました。今回の釣りガールは谷川由里さんです。よろしくお願いします。さあもう日がねだいぶ落ちまして、まあ、これから暗くなるところなんですけど、まあ、今回は夜釣りです。はい、はい、やっぱりね、うん、秋の夜長はどうやって楽しみますかと。お酒飲んで寝る、うん、違う、それじゃないのよ。欲しいのはあ、違うか。そうなのよ、釣りですよ。何のためにここに立ってるのかと。まあ僕ら2人だけじゃちょっと不安なんで、助っ人呼んでます。はい、はい、ではお願いします。いや行ってない行ってない。わーい、どうも平正です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。瀬戸内の魚をターゲットにした釣りを動画配信する平正さん、すごい。チャンネル登録者数はなんと1万人超え。この時期は何が釣れますか。今の下釣りだったら、はい、アジとか、そろそろ回ってきてます。あとシーバスとかね。あ、シーバス、やっぱまだ水温は高いんで、アコウなんかも結構元気よく回ってるんで、こんな心強い助っ人がいれば爆釣間違いなしだよね。さあ準備できました。で今回準備したんですけど、それぞれ3人とも違う釣り方で魚を狙ってみたいと思います。そうなの。はい、坂本くんは青虫でカサゴやアコウを、広正さんは浮き釣りでアジを、そして谷売さんはワームでアコウを狙います。どの釣り方が最初に釣れるのか。釣りスタート。おー、釣るぞ。やっぱりあの広正さん、街灯あるといろんな魚寄ってきますよね。そうね、プランクトンとかやっぱ出てくるし、それを追ってね、いろんなもんが、アジ、シーバス、あの辺がいっぱい寄ってくると思う。おお。ところが早速何が起こったんだ。いや餌全然反応ない。ほら、餌で釣れんかったらもう釣れる気全然しないんだけど私。最初から当たったよ。当たった当たった。すごい、何何何、当たって、向かって。釣り開始からおよそ45分、あたりが暗くなって広正さんがヒット。よいしょ。アジでかいな。しかもアジか、アジか、アジか、下落ちた、下落ちた、めっちゃアジだ。めっちゃアジって何。いやー、お願い通りだ、めっちゃアジだ。立派だ、いいよ、そうそうそう、早い早い。このサイズ、この時期釣れたことない。しかもね、丸々してんのすごい。すごい、してますね。確かに丸々として釣れました。ファーストさすが広正さんや。最初に釣れたのは浮き釣りの広正さん、後に続くのは谷売りさんではなさそうだ。あ、違うのだ。あ、おっしゃ、くたー、おっと、ほんまかこれ。いやいや、ちょっといいですよこれ。なになに、大きいんじゃない。何釣れたの。何が釣れてるんだ。引っかかってるんですよ。ほらー、あっ、おっと、おー、おめでとう。すげえだこれ。ボッソー、すごい。あ、よかった。嬉しい。私も狙ってたのに。あ、ねえ、お互いやっとったね。え？切れちゃった。切れ、切れちゃった。あ、じゃあ、刺さってないとそれ、釣れませんか。そんな話をしている間にも、おお、釣ったんだ。何？あ、でかっ。やろう。このサイズが揃ってる。お、すごい。羨ましい。また味。え、おっきいサイズ。その後も仕掛けを投げればアジがヒット。まさに広正さんの一人舞台に。入れ食い爆釣釣れました。連続ヒット。いや、すごいよ、すごいこれ。でっかい、プリンプリンですよ、ここなの。すごい、めっちゃ乗ってると思う、ね、群れが一箇所固まってますね。連続で釣れてる。爆釣モードが止まらないので、ここからは広正さんのアジ釣り教室。やっぱりね、受講生は谷売さん。そうそうそう、せっかくが沈むのを待って、合わせずにもうゆっくり巻いてくるだけで楽しみたいじゃないですか。勝負じゃないですか。当たったよ、当たったよ。おっと、ヒットした。またゆっくり巻いて。さすが広正先生、一投目でいきなりヒット。さらにこちらも食った。おっ、くっつかよ。順調。よいしょ。おー、いいサイズのカサゴ、ね、やりました。ポワッソーン。そして谷売りさんが釣り上げたのは、あれ、ちっちゃ、待って、なんか違うぞ。あれ、違う、なんか谷売りさんサイズじゃないそれ。ちょっと待って、わ、ちっちゃ、あれ、
の予習ママカリママカリママカリアジです。これ正真正銘何が違うんだろう。これなんかもしかして僕のカサゴの方が大きいんじゃない。そうやめてよそういうの。見てなんでなの。これ見て僕の方が大きいよ。なんかこのカサゴにこのアジ食べられそう。本当それ本当それだよ。空気読んでる魚も。ヒロマサさんあんな連続で出されてた後のこれはやばい。これは早かったじゃん。そこまで器用じゃない。いや谷由里さん持ってるわ。谷由里さんや谷由里さん今度こそ大きなアジが釣れますように。はい当たった。当たってるよ。当たってるよ。めっちゃ当たってるよ。すごいね。さっきのよりは大きい。大きい？これも手応えで分からん。めっちゃ引いてるから多分大きいよ。あやってきた？すごい。両方。はい。ね。はいどう？はいどう？あ。ほら。ママカリ。ママカリじゃないかい。出たよ。プロインプレかな。なんでだろう。さっきまでこの3倍ぐらいあるようなアジが釣れてたのに、なぜか私が竿を持った途端、このサイズですよ。でも一匹目よりは大きいかな。かわいそう。ニックポワッソンです。あーほらもう言い方が投げやり。辛いもう私。まあ比較しなくていいですよ。両型のアジはもういなくなっちゃったのか。再び広政先生が竿を持つと先生になってる。わかったから、ね、小サイズこれは。いやそれ上がって今度わからんな。これまたでかいのだったらよいしょー。ちょっと待ってアジでかいよ。今日一じゃないこれ。なんで。なんでやりました。今日一かもしれない。最初魚の人を選んでますね。ちょっとでかいんだけど。これはアジだ。アジですね。これ私のもアジだった。あれもママカリです。アジだったんだって本当に。変わった瞬間にねえ。なんで両方がいなくなっちゃったわけではなかったみたい。その後も途切れることなく上がってくる両方のアジ。すごい。うわーね。ヒロマサさんばっかりじゃなくて二人のいいところもそろそろ見たいよ。釣ってますよ。カサゴじゃないよ。釣ってましたから。送った。送った。どうだ。これいいんじゃない。なに。あこれはいいサイズ。おい出たな。いいやいいや。出ましたね。いいサイズのアコー出ました。ポワッソン。確かにでしょう。久々に坂本くんがゲットしたのは25センチのアコー。次は谷売さんの番かな。でかかった。釣り開始からおよそ3時間アジの勢いも落ち着いてきたのでそろそろ釣り終了かと思ったその時。あ釣れてる。お釣れてる。坂本くんが谷売さんだと思ったその時。これはか高級魚や。うわー釣っちゃった。最後に釣れたのはまさかの高級魚オリゴゴで背びれの毒に要注意。釣り終了しました。ありがとうございました。いやお疲れ様でした。いやもう本当に広政さん来てくださりありがとうございます。よかったよかった。いや来てよかった。先生ですね。よかったです。今の谷由里さんの助かったっていうのがね。助かった。もう本当にその通りすぎて。はい本当に良かったのは僕と谷由里さんだけでやってたらほぼ釣果が僕だけだったっていう。危ない。でもなんかどうですか やってみて。いやめっちゃ楽しかった。あの浮きサビキ。よかったよかった。もう、はい、今日はねもう皆さんのおかげで、はいはい、よかったよかった。なんとか生き残れます。いやそうですよ。次回もまた谷由里さんと釣りをする際はですね、はい、あの広政さんに何とか都合つけていただいて。はい、もう僕二人じゃちょっと不安すぎるんで。どうにもならない。いやいやいや本人も言っておりますんで。そんなことないそんなことない。また来てやってください。はい、またお邪魔します。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。